まあ、神戸は地元で会見の準備などもしてメンバーに入るであろうという期待がありました。その中で名前がなかった中でアンデルソン・ロペス、それから上がっていたエドアルドもまだ残っています。ミドル、やポストゴールインか、流し、お、込めない、あ、フラッグが上がってます。最後ちょっとキャッチが不十分なところ、アシスタントレフリーがフラッグを上げましたが、主審はそれを確認した上で得点を認めています。まあ、ちょっと遠い距離からでしたけどシュートを打ってね、ボールが変化したんでしょうね。おー、確認が終わりました。お、今のジェスチャーですとファールですね。まあ、F マリノスはサイドバックのサポートを使いながらどんどん仕掛けていくチームです。今渡辺浩太が中へクロス、すごいの出るタイミングありませんでしたが、エベル、先制しました F マリノス。得点者のもとに控え選手たちも走っていきますと思いますね。ここからサイドから水沼が鋭いクロスをゴールキーパーとディフェンスの間に入れて、はい、ちょっとクリアが思うようにできなかったところ、うまくエーベルがですね、キーパーが出てきたのを確認しながらですね、強いヘディングではなくてキーパーの頭を越すようなね、はい、コントロールしたヘディングでのシュートでしたよね。ちょっとバウンドしたことによって坪井も前に出ましたからね。酒井豪徳、クロス抜けてゴール、追いつきました神戸。ゴールに向かう酒井のクロスから首を押さえてました武藤。酒井の折り返し、まあ、クロスの質も素晴らしかったこともありますけど、中の入り方、人数も十分揃っていたと。で、酒井豪徳が右サイドで持った時に後ろからオーバーラップかけましたよね。それに対してですね、ウマリノスの選手たちがちょっと引っ張られたことによって酒井豪徳に時間とちょっとスペースを与えてしまいましたよね。はい、で狙いすましてクロスを入れられてしまったと。そこにですね、まあ、大迫も含め、まあ、武藤がいいタイミングで後ろからディフェンスラインと自分の間ということもありますし、逆サイドの直接もありますからね。今日がデビュー2戦目です。直接行く、こぼれ球流し込んで追加点。キーパーのハンブルを見逃しませんでした西村ですね。はい、西村がね、ああ、そんなシュート、簡単なシュートじゃないですよ。最後菊池もね、足出してきてますから、プレッシャー受けた中でうまく反応できたと思いますね。水沼のね、狙い通りのシュートじゃないですかね。まあ、直接シュートを狙ったというよりはあそこに、まあ、なんとなくしてますっていう守備じゃないですよね。取りに行ってますよね。取りに行ってるっていう、そういう圧力を感じるようなね、そういう守備ですよね。ちょっとオフサイドっぽかったですが、水沼が行く、折り返し中川、決定的な3点目。タイミングよくサイドを取りました F マリノス。振りをしといて、そこからニアサイド入ってきますから、あと西村も遠い方のサイドに行ったことによってできたスペースをうまく使ってますし、水沼もやっぱそこを逃さなかったですよね。いいタイミングで折り返して、まあ、あと合わせるだけ。まあ見事なゴールですね。体を入れてレオセアラから中川、西村、小池狙う、試合終了。3年ぶりのチャンピオンです横浜 F マリノス。見事勝ち切ってシャーレを手にしました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J-League International ด้วยนะครับ
Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.